皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回の動画では日本人の給料が上がらない深刻な事情、最低賃金1500円は不可能、給料が上がらない本当の理由についてです。普段は手取り11万円、最低賃金が当たり前の田舎で働く私は、最低賃金の 1.5 倍以上の水準である時給1500円前後の日雇いをしており、高時給の食品工場や飲食店でたまに働いております。生活保護以下の手取りと地域の水準の 1.5 倍の高時給で働く当チャンネルの作者が、日本人の給料が上がらない深刻な事情と、物価高でも所得が上がらず、日本が終わることを防ぐにはどうすればよいのか、賃金が上がる方法を考えます。では行きます。時給1500円は無理？給料が上がらない時給852円、絶望的な理由。解雇が難しいこと。日本人の給料が上がらない一つ目の理由は、人を雇うとなかなかクビにできないことです。私の普段働いている社会の底辺工場では、作業が極端に遅かったり不器用だったりして、人の2割から3割程度の仕事しかできなかったりする生産性の悪い人や、製品を頻繁に壊してしまうような、正直いない方が良いと思う人でも、法律の問題があってなかなか解雇することができません。解雇して簡単に入れ替えられれば問題は即解決しますが、それができないため、一般労働者や仕事ができる労働者がその人たちの分をカバーしなければならず、入れても入れても水がたまらず、赤字を補填し続けている状態なので給料が上がりません。つまり無能の面倒を強制されるので賃金が上がりません。だから企業は請負や派遣会社を使い、人を切りやすいように直接雇用を避け、中抜き費用を支払わなければならない仕組みを国が作っているので、さらに労働者の給料が上がらない泥沼状態になります。つまり無能をスパッとクビにできないせいで、一般労働者の取り分が減るという無能による二重苦を受けることになります。現実世界で目の前で起こっていること。実際問題、時給が1500円超えの食品工場も飲食店もごく普通の会社で、利益率も多くない食品と飲食関係なので大儲けをしているわけではありませんが、仕事はできない人は即切られるという日雇いという制度を採用しており、仕事ができない人には仕事が回ってきません。時給1500円超えの評価がきつい職場では、何もできない感じの無能の40代のおばさんがたったの1時間で契約を切られ、帰宅を命じられていたことがあります。一方、私が普段働いている給料が社会の底辺工場では、 LINE 工のくせに電動ドライバーもまともに使えない女性や、男性なのに力がなく5キロの荷物も運べない物流作業員でも、頭は一応ついていますが中身がなく、製品の数がまともに数えられず、2桁同士の足し算ができない人々でもクビになりませんでした。つまり私の働いている工場の LINE 工の部署は、絶対に雇いたくない他でどこにも勤まらないような人たちを守るためのゆりかごのようなものなのです。その人たちの餌場はそこしかないので、クビになりそうなことがあったら本気で抵抗するわけです。だから余計にクビにすることが難しくなります。社会保険料の負担が重すぎる問題。日本人の給料が上がらない2つ目の理由は、社会保険料が高すぎることで、
以前から給与に対する社会保険料の割合のやばすぎることは何度もご紹介してきましたが、企業が負担している社会保険料が自分の手元に入るとして計算をしてみると、一体時給はいくらになるのか、先月の給与明細で計算をしてみました。健康保険と厚生年金は雇用主も同額負担するので、雇用主の支払いはそれぞれ 13,377 円と 23,790 円となり、雇用保険料は労働者が負担割合1000分の5で1050円だとしたら、雇用主の負担割合は1000分の 8.5 なので1785円となります。雇用主が負担する社会保険料の合計額は 38,952 円となり、この金額を総支給額の 175,136 円に足すと、本当の給料は 214,088 円ということになります。勤務時間139時間45分と有給1日分の時間7時間45分で割ると、時給は驚きの1451円となり、田舎では破格と言われている待遇の良い派遣と遜色のない給与となります。この給料から会社負担分、自己負担分の社会保険料も引かれたら、手取り時給は約852円となるので、世の中は狂っています。時給1451円が時給852円に。だから日本は終わっています。この長期休みの間に、週5休2勤務でも生活ができるのかという検証実験を行いましたが、社会保険料と所得税や住民税などの税金を支払わずに、時給1500円の食品ライン工で1日8時間、週に2日働けば、一人暮らしなら余裕を持って生活をすることができることが判明しました。この検証実験につきましては、別の動画でご紹介させていただきます。これまでは給料をもらう側の立場で、給料が安いことの文句を言っていましたが、給料を払う企業側としてもこれだけの負担をしており、これからも社会保険料はどんどんと上がっていくので、企業も厳しいと思います。社会保険料が高い理由。社会保険料が高い理由は高齢化ということもありますが、日本という国は無能や自堕落な人間に甘く、そこに膨大な税金が無駄に使われているからで、この動画でもご紹介したように、自堕落な生活による生活習慣病で、莫大な医療費がかかって就労不能になっても、医療費だけではなく生活保護費まで全額負担する、激甘で淘汰されるべき無能や自堕落の人間を積極的に保護して減らさない制度があるからです。それに医師会の利権も絡み、本来ならば安らかに眠るべき人をチューブだらけにして無理やり生かし、苦しむゾンビからお金を金づるにして、チューチューと吸血鬼のように吸うことで大金を稼ぐ人が大きな権力を持っています。利権でお金を吸う人、無能、自堕落な人間によって一般人が引きずり下ろされ、人間らしいまともな暮らしができなくなる現実があり、日本が終わっていると言われるのはこれも一因です。では日本が終わらないためにはどうすればよいのかというと、初等教育段階で自分の世話を自分ですることと自己管理について徹底的に教え、生活困窮に陥ったり社会保障費が増えないような教育を行い、生活習慣病系の自堕落な生活習慣病になった者に対し厳しい社会にします。能力が低く周りに迷惑をかけるような人を雇わなければならない法律や、クビにできない法律があると、
生産性が下がり給与が上げられないことになるので、解雇規制を緩めて無能を解雇しやすくすることも大切です。日本はどうしようもない無能に対し、砂糖菓子のように激甘すぎて、そのせいで一般の人まで引きずり下ろされて浮上ができなくなるので、日本が終わらないようにするためには利権団体廃止とどうしようもない無能の切り捨てが必要だと考えました。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。